こんばんは。6時のニュースをお伝えします。福岡市で4日、医者である男性がやってしまいました。この日、男性は体調不良を訴えた高齢者の女性患者を見ていた模様。女性は体調不良に加え、80歳を過ぎていたこともあり、ろれつが回っていなかったとのこと。そこで男性が女性患者に対し、頭痛いですか？と聞こうとしたのですが、間違えて、頭悪いですか？と聞いてしまいました。これに対し、同席していた患者の娘が激怒。その後、すぐに言い間違いをしたことを伝え、なんとか難を逃れたとのことです。続いてのニュースです。練馬区の路上に不思議なものが落ちていました。この日、一人の男性が歩道を歩いていると片足だけ放置されている靴を発見。近くに交番があったため、届けに行こうと思い靴を拾い上げようとした瞬間、男性は驚愕しました。実はこちら、靴ではなく鳩だったのです。近くで見ると確かに鳩に見えますが、遠くで見ると靴にしか見えません。その後調べによりますと、こちらの鳩は人に糞をかけて逃げていったとのことです。靴にしか見えなかったですね、本当に。さっきの鳩、あれオスですかね、メスですかね。別にそれどっちでもいいんじゃないですか。オスかメス、どっちでも。以上、ニュースです。